オーディンが内部に入れるようにバウギが山に、水いで穴を開けている。18世紀のアイスランド語写本、SM66 の挿絵。ウィリー・ポガニーが1920年に描いた、バウギが水いで穴を開け、蛇に変身したオーディンが中に入ろうとする場面。北欧神話において、バウギは、下の巨人でスットングの弟である。スットングは父を殺害したフィアラルと、ガラールから、 死の密集を得た後、それを陰得していた。スノーリの言った第二部、死後法によると、オーディンはこの密種を入手することに決めた。オーディンは、ボルベルクと名乗っては、バウギの元へ行き、彼の九人の奴隷を殺し合わせた。働き手をなくしたバウギのために、オーディンは、農民として、夏の間中働いた。秋になるとオーディンは、報酬として、ストゥングの保管している。 密種の数区分を要求した。バウギとオーディンはスットゥングに頼みに行ったが断られた。そこでバウギは密種を隠している山に拉致という薄いで穴を開けた。するとオーディンは蛇に変身し、内部に滑り込んだ。内部ではスットゥングの娘、グンドズガー密種を守っていた。オーディンは彼女を口説いて三夜を共にし、自分に三区分だけ譲ってくれるように彼女を説得し、 ついに彼女が応じた。オーディンはその密集を全部飲み込み、わしに変身して逃げたのである。ありがとうございます。